はい、本日は大東流外無双についての解説と演武を行います。この外無双に大事なのはですね、こうやって手を取られたときに、回す合気ですね、手をこういうふうにして回していく、相手を中心に回す、自分を中心に回す、まず相手を中心に回すというのはこういうふうにして回すということですね。で、自分を中心にして回すというのはこういうことですね。こういうふうにして相手を回すわけですね。で、技に入るときにですね、大事なのは普通に力で入ろうとするとこういうふうにして相手の抵抗に合ってしまうんですね。こういうふうにして相手に頑張られてしまう。ですから相手にこれを察知されないということが大事ですね。ですから相手の力にぶつからないということですね。相手の加えてくる力にぶつからずに、でこちらが動くということを察知されないようにして入ります。ね、これだけ威力がありますから、ね、これをもうちょっと優しくスーッとこう入りますね。そして横に並びます。ちょっと横に、ね、こういう感じですね。こういうふうにして相手と一直線になるような感じで並びます。そして腰に手を当てて、そして肩、この場合左肩ですね、左肩を相手の上腕に当てて、で前方へ落とします。全部落としたら、この場合でしたら右足を前に出すんですね。トンとやって、こういう感じです。はい、でこっちに3つあれがあるんですね。大事な部分が、まず片手を取られたら手を開き、そしてさっきやったように回す合気で相手に気配を察知されないようにして回します。さっき言ったように普通に力を入れるとこういうふうに頑張られちゃいますからね。ですからこういう力が入ったら力を抜いてふわっと開き、相手に察知されないようにスーッとこう入ります。で相手とこういうふうに平行になったら、手を相手の腰に当て、そして肩を優しく落としますね。落とす感じですね。そして次に大事なのはこの左足を出すトンってやって、これでこう引いたんですけど、相手に頑張られても大丈夫なように左足を出すことで相手を引き倒します。こういう感じですね。はい、では連続してやってみましょう。はい、トン、このようにして外無双をかけます。そして、はい、ちょっと応用としてですね、今は相手を中心に回しましたけど、今度は自分を中心にして回した場合ですね、こうやってスーッと、このようにして外無双をかけることもできます。当然こう四つで組んだよね。こういうふうにして四つで組んでも自分を中心にしてね、回ればスーッと、このようにして外無双を使うことができます。以上です。